格闘技イベント、ノックアウト2024ボリューム5、が12日、東京、後楽園ホールで行われ、ノックアウトブラック女子、48.0kg 契約3分 3R マッチではパンチャン・リナが未来に2対0の判定勝ちを収めた。白票の勝利となったパンチャンは試合後に自身の X を更新。 今後のことについてはゆっくり考えます今は何も言えませんと意味深なコメントを残した。写真、可愛すぎ、の声、露出ため、前日計量でのパンちゃんの姿前日計量で未霊がまさかの2.35キロの大幅オーバー。試合は実施されることになったが、パンちゃんが勝利した場合のみ公式記録に。また未霊はあらかじめ原点にが課され、さらにグローブハンでも付けられた。 試合はパンちゃんが勝利したが、判定は2対0で減点がなければポイントでは負けていた。パンちゃんは試合後、リレー選手が強かったです。ノックアウトに来てこんな私と戦ってくださってありがとうございました。すみませんでしたと相手を称えつつ、今後のことについてはゆっくり考えます今は何も言えません応援してくださった皆様ありがとうございました。私が弱かったです。 とまるで敗者のようなコメントを残した。